撃て。今日までの3日間行われた会津の秋の恒例行事、会津祭り。2日目の昨日はあいにくの雨となりましたが、歴代の会津藩主や白虎隊などに扮した参加者が集まり、会津藩校行列へ出陣です。そして今年も会場を盛り上げたのが、雨が降っているけどさすけねえか。寒いけれど皆さん雨になるべく濡れないようにして、風邪をひかないように、今日目いっぱい楽しんで最高の一日にしましょう。今年で10回目の参加となる綾瀬はるかさん。大河ドラマ八重の桜で新島八重を演じたことをきっかけに会津祭りへ参加している綾瀬さんは、会津弁で参加者を気遣いながら雨を吹き飛ばす笑顔で沿道へ手を振ります。すごく綺麗でした。どの辺が綺麗でした？顔が一番可愛かった。顔とかってよりかやっぱオーラがすごくて、やっぱいつもテレビで見てるのとはまた違った感覚で、すごい綺麗だなと思いました。3日間の会津祭りは雨のため一部中止になってしまった催しもありましたが、訪れた人たちはかつての時代にタイムスリップしたかのような一日を楽しんでいました。